はい、今日はね、小林正観さんのあるがままが楽で幸せな人生というね、お話をさせていただきます。あるね、障害を持ったお子様をもう3年間ね、寝たきりなんですが、ずっとね、看病をし続けているね、お母様がいらっしゃって、で、正観さんのお話を聞きに来られたんですね。で、気候とかを取り入れて、ある程度ね、状態が良くなった年もあったんですが、翌年すぐにね、状態が悪くなって、もう、悲しくて仕方ないんです、とね、子供さんのお話をしている間はね、始終、涙を流されて、正観さんに訴えて来られたらしいです。で、正観さんはね、厳しいようですが、一言言わせていただきますね、というね、切り口で入っていかれたんですが、正観さんは、まずね、お子様が状態がある程度良くなった時と悪くなった時があるということを、理解されて上で、ご自身もね、障害のある、娘さんがいらっしゃるので気持ちがわかるということもね、おっしゃっておられました。ただね、状態がいいから、私の思い通りになっているから、つまりお母さんのね、思い通りになっているからいい状態と言うのか、娘さんがね、私にとってお母様にとって、悪い状況、ね、であると、自分自身が思っている状況でないから、悪く取るっていうのはね、おかしいんではないかというね、問いただされたんですね。どんな状態であっても、我が子であることには変わりはないですよね。なかなか難しい、捉え方なんですが、自分自身がね、楽になるためにはまずどんな状況であっても、どんなお子様の状態であっても、愛すということは違いないので、どんな状態でもあるがままの娘さん子供さんですねを受け入れてあげればね、自分自身も楽であるんじゃないですかというね、提案をされたらしいです。そのようなことは、一切ね、学んでこなかったのでびっくりされたようなんですが、すごくね、胸を打たれて、帰られたようでした。で、結局ね、私たちは天気とかね、早く雨止んでほしいなとか、寒いから早く暖かくなってほしいなってね、思ってしまって口に出してしまうんですが、まずね、それ自体が、宇宙に対してね、文句を言っていることになるので、まずその愚痴をやめてる、ところから始められると、状況のね、捉え方っていうのは、味方道の、経験値っていうのは上がっていくんじゃないでしょうか。一度ね、考えてみてください。チャンネル登録どうぞね、よろしくお願いいたします。